富士フ,フィルムホールディングス、富士フィルム富士フィルムビジネスイノベーション富士、フ,フィルムビジネスイノベーション株式会社は日本の機械メーカー。富士写真フィルム株式会社と米ゼロックス社のイギリス現地法人であるランクゼロックス社との合弁会社として1962年に誕生した。本社所在地は東京都港区。旧社名は富士ゼロックス株式会社。 2021年4月1日より現社名に変更された。本社に相当するアメリカ合衆国のゼロックスコーポレーションとの合弁会社とならなかったのは当時はアジア地域がランクゼロックス社の証券だったことによるものである。なおランクゼロックスは1997年にアメリカ本部の100%完全子会社となったため、後年は事実上、 ゼロックスコーポレーションと富士写真フィルムとの合弁会社となった。現在は口述の通り経営統合された持ち株会社である富士フィルムホールディングスの連結し会社であるが2019年11月までゼロックスリミテッド社は25%の株を保有していた。副写機、レーザープリンター等を製造販売するほか、これらコア技術を活かした総合文書管理、 ソリューションコンサルティングを提供している。2001年、業績の低迷に悩んだゼロックスが、富士写真フィルムに所有持ち株の半数を売却し、富士フィルムホールディングスが株式の75%を保有する連結子会社となった。2006年10月1日に、富士写真フィルムが持ち株会社に移行し、富士フィルムホールディングスとなった富士フィルムグループの中で、 当社は重要な一角を占めることとなった。1970年代までは、ゼロックスコーポレーションが保有する、ゼログラフィ技術の特許により、鑑式普通紙副写機の市場を独占していた。しかし、特許の独占権の執行以後は低価格、小型化を武器とする、キャノン利口コニカミノルタ、三田工業などの日本企業に次第に市場を侵食され、高速機や、 大型機では強みを発揮し続けているものの、国内販売台数シェアではキャノン、利口に続く第3位の地位に甘んじている。しかし、コピー、プリント枚数では高速機市場での強みを活かし、依然として国内シェアはトップである。成功エプソンをはじめとするプリンター各社にプリンターエンジンを供給している。こうして製造された製品には一時期、 プリンティングホース富士ジ,ジロックスロゴマークが表示された。また、かつては国内向けに富士ゼロックスブランドのインクジェットプリンターを販売していた。現時点における海外の販売権はオーストラリアニュージーランドのほか、アジア及び東南アジア各国に拡大している。2018年1月31日に富士フィルムホールディングスがゼロックスを買収し、当社と経営統合すると発表した。 統合は一旦当社をゼロックスの完全子会社とした上で富士フィルムホールディングスがゼロックスの発行済み株式50.1%を取得して子会社化し当社を経営統合したゼロックスが改めて富士ゼロックスに称号を変更するというスキームで進めるとされた。しかしこの経営統合にゼロックス株主が強く反発したため同年六月にはゼロックスが 統合合意を一方的に破棄対する富士フィルムホールディングスが損害賠償請求訴訟を起こす事態となった。結局、2019年11月5日に富士フィルムホールディングスはゼロックスの買収を断念し、当社の25%の株をゼロックスから買い取って、当社を完全子会社化すると発表した。そして、 2021年3月末でゼロックスのブランド仕様に関する契約の期限満了を迎えるため契約を更新せず提携を解消することをゼロックスに通知同年4月よりゼロックスを外した富士フィルムビジネスイノベーションに社名変更することとなったこれによりアジアなどでのゼロックスブランドを使った製品販売を終了し独自ブランドへ切り替えるとともに 従来は提携による住み分けでゼロックスが販売してきた欧米市場にも参入する。ただし技術ライセンス契約終了後も米ゼロックス社との相互の商品供給契約の関係は維持される。なお当社と富士フィルムホールディングスは米ゼロックス社に対してブランドを使用するためのライセンス料として年100億円程度を支払っていた。 2002年にコーポレートスローガンであったザ・ドキュメント・カンパニーと富士ジ,ジロックスの表示比率を変更し富士ジ,ジロックスを強調したロゴにマイナー変更されている2008年4月に約13年ぶりにコーポレートロゴを一新した新しいロゴは米国ゼロックス社のロゴ変更に伴うもので富士ゼロックスと天をモチーフとしたシンボルを一体化したものとなっている 2021年4月、社名を富士フィルムビジネスイノベーションに変更したことに伴い、富士フィルムのロゴを使用開始。一部は2010年に富士ゼロックスマニュファクチャリングに移管された。販売会社2021年4月、当社の称号変更と同時に、地域販売会社31社と富士ゼロックスインターフィールドが合併して、 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社となり、2021年5月に富士フィルムビジネスイノベーション本体の国内営業部門も新会社に統合された。県別特約店富士フィルムビジネスイノベーションジャパンへの統合対象とならなかった各社。このうち社名に富士ゼロックスまたはゼロックスを冠していた各社はそれぞれ社名変更を行っている。 地域販売店以下の2社は2021年4月1日に、千葉資本と富士フィルムビジネスイノベーションジャパンの合弁会社として設立された。販売機能調達、生産機能中堅企業や中小企業の技術を結集して、ドラえもんの秘密道具を実現化するプロジェクト。スローガンは、どうだ、ドラえもん。現在過去現在過去。ありがとうございます。